ザ・パステルズはイギリススコットランド出身のインディーロックバンド。1981年にグラスゴーで結成。1981年にフロントマンのスティーブン・パステルを中心にグラスゴーで結成され、翌1982年にアムレーベルからシングルソングズ・フォー・チルドレンでデビュー。その後は様々なレーベルから年に1、2枚ずつシングルを出すなど、マイペースな活動を続ける。 1987年にようやく1枚目のアルバム、Up for A Bit with the Pastels をリリース。1988年に初期のシングル集、Sack On。1989年には、セカンドアルバム、シ h i t プリティ Pretty を発表する。1990年頃にアナベル・ライトと、現在までメンバーとして固定するドラマーのカトリーナ・ミッチェルが加入。 1994年に2枚目のシングル集、トラックロード・オブ・トラブル。翌1995年にサードアルバム、モバイル・サファリを、1997年に4枚目のアルバム、イルミネーションをリリース。1998年には、初のリミックスアルバム、イルミナティ。2003年には、初のサウンドトラック、ザ・ラスト・グレート・ウィルダネスが発表された。2009年には、 日本の音楽ユニットであるテニスコーツとのコラボレーションアルバムツーサンセッツを発表している。2013年に16年振りとなる5枚目のアルバムスローサムッツをリリースした。ありがとうございます。